皆さんこんばんは。この席で、スピーチを述べるのは政治家としては少しリスクが高いわけですが玉川さんのためでございますので、元自衛隊の最高指揮官として、お話をさせていただきたいと思います。玉川さんがですね、更迭をされた後、朝日新聞だったか毎日新聞だったか、玉川さんが空幕長に任命されたのは安倍内閣の時だ、安倍内閣らしい人事だった、こんな、記事が載っておりました。私の時に玉川さんを空幕長にしたという記憶は私全くないですね。これはまああの時のやはりまあ有名になった事務次官が人事を持ってまいりましたですね、こうしますよ、あそうですか、まあ、それで終わったわけでありますが、しかし今から考えるとやっぱり安倍内閣らしい人事だったですよね。これは私は偶然ではなくて必然ではなかったかな、こんなように、思います。あの時に、今日元谷さんがいらっしゃっておりますが、論文、前もって、見せていただいたんですね。で私この論文見てですね、元谷さんに申し上げたんですが、これは政治的に持たないよっていう話をいたしました。私ども政治家ですから、正しいか正しくないかとは別に、これは果たして政治的に持つかどうか、これはやっぱり大体分かれます。これが分からなければ政治家として仕事を続けることはなかなか難しいわけなんですが、これはやっぱり、大変なことになるな、まあ、そんな予感が増したわけでございます。まあ、しかしそれによって辞職をすることがですね、果たして負けになるのか、そうではないのか、短期的には確かに職を辞する、なんとなくですね、戦いに敗れたようであります。軍人だったら負ける戦いはするな、こう言われていますね。しかし今から考えればですね、決してそんなことはなかったかな、こんな気がするわけでございます。やはりいつの時代にもですね、これはやっぱりおかしいんじゃないかということを勇気を持って言って、そして世の中に警鐘を鳴らす人がなければいけない、時には職をかけなければいけませんし、時にはエナジーをかけなければいけない、じゃあそういう人が初めて、そういう人がいて初めて私は時代は正しい方向に動いていくんだろうな、こんなように思うところであります。この会場に来る途中、もうすでに11月の5日でございますが、今から39年前の11月25日、三島由紀夫があの市ヶ谷に行って、そしてバルコニーから演説をしましたね。もしあの時に三島さんの演説を玉上さんが聞いてたらどうだったかな、こんなことを想像しながらやってきたわけでございます。あの時三島由紀夫の治世の句を残して、おりますが、マスラオがたばさむたちのさやなりに耐えて久しき今日の初霜、この歌を読んでいます。まあ、この治世の句についてですね、三島由紀夫にしては少し、文学的にどうかというような批判もありましたが、治世の句としては私は素晴らしいなと、こう思っています。まあ、そういう意味においてはですね、玉上さんもやはり、このたばさむたちのさやなりに耐えて久しというお気持ちだったのではないかな、こう思うわけであります。私は今やまさに玉上さんの主張はやっぱり正しいんじゃないか、こんな雰囲気がですね、だんだん出てきたのも私は事実ではないかな、こう思うわけであります。あのあとですね、自衛隊においていわば村山談話をですね、なんか隊員にみんなに浸透させていく、こんな、ことが言われて、おりましたが、これ社会主義国じゃないんですから、村山談話が例えば閣議決定されたものであるということを教えるのはいいんですが、これが歴史認識として正しいかどうかということをですね、いわば自衛隊の諸君に教える、これは大変な私は間違いであろうと、こう思うわけであります。日本はそういう国だけはなってはいけない、この言論の自由を私たちは守っていかなければならないと、こう確信をいたしております。現在の最高指揮官、大変不安ですね。やっぱ最高指揮官がですね、日本列島は日本人だけのものではないなんて言ってるわけでありますから、不安でしょうがないわけであります。先般の観艦式、まあ、外遊の日程があったんでしょうけども、調整できなかったのかなと思いますね。よりによって菅直と副大臣ですから、海上自衛隊の皆さん、申し訳ないなという、かわいそうだなという気持ちで、ございます。今後ですね、私たち、
やはり、政治家の最大の使命は日本人の命、生命、財産を守ることであります。しっかりと我々もですね、その職責を果たしていくために全力を尽くしていくことをお誓いいたしまして、今日の田母神さん感謝の夕べにおいてのご挨拶をさせていただきたいと思います。頑張ってください。